こんにちは、ざわざわジャポンです。おはガールはテレビ東京の子供番組おはスタの日替わり女子アシスタントの総称で、おはスタは1997年からスタートし現在も放送されています。20年以上続いている番組ということもあり、おはガールは数多くの人が務めており、現在大ブレイクしている方もいます。そこで今回は過去におはガールを務めていた意外な芸能人の現在をご紹介いたします。酒井彩菜。酒井彩菜さんは1998年度から1999年度までおはガールを務めていました。酒井彩菜さんは1998年に歴代最年少記録の13歳で日テレジェニックに選出され、この記録は現在も破られていません。おはガール卒業後も女優、モデル、タレントとして活動していましたが、2007年にラルク・アンシエルのリーダー哲也さんと結婚しており、現在もホリプロに所属しており、ブログは更新されていますが、目立った芸能活動は行っていないようです。平井理央。平井理央さんは1998年度におはガールを務めていました。平井理央さんはおはガールを務めた後に雑誌ピチレモンの専属モデルとして活動したり、ドラマや CM にも出演していました。2005年にはフジテレビにアナウンサーとして入社し、2012年に退社しました。その後はフリーとしてアナウンサー、タレント、女優の活動をしています。ちなみにオリエンタルラジオの中田敦彦さんと高校の同級生だったそうですが、高校時代は中田さんの存在を知らなかったそうです。末永遥。末永遥さんは1999年度におはガールを務めていました。おはガール出演時はジュニアアイドルとして活動していました。その後は女優業を中心に活動しており、2006年にはゴーゴー戦隊冒険ジャーの冒険ピンク役で注目を集め、2007年にはドラマライフ、壮絶ないじめと戦う少女の物語でいじめ役である岩本みどりを演じ、おめえの席ねえからというセリフがネット上で話題になり、このセリフはあまりにも有名で現在でもネット上でよく使用されています。ベッキー。ベッキーさんは2000年度におはガールを務めていました。ベッキーさんはおはスタのポケモンの名前の英語バージョンを紹介するコーナー、ポケモンザワールドでデビューしました。以降はバラエティ番組を中心に活動していましたが、2016年に不倫騒動があり芸能活動を一時休業しました。現在は復帰し、タレント女優として引き続き活動していますが、2021年4月より出産のため仕事を休業しています。蒼井優。蒼井優さんは2000年度におはガールを務めていました。おはガールを卒業後は女優として活動しています。2015年にはディズニー制作の映画スティッチパーフェクトメモリーで声優を務め、15年ぶりにおはスタの司会の山寺宏一さんと共演しました。2019年には南海キャンディーズの山里亮太さんと結婚し話題になりました。アビル・ユー。アビル・ユーさんは2001年度におはガールを務めていました。アビル・ユーさんはおはガールが芸能界デビューとなりました。以降はバラエティ番組を中心に活動していましたが、2005年にテレビ番組で窃盗を繰り返し店舗を閉店に追い込んだという話を披露し抗議が殺到、これにより一時的に芸能活動を自粛しました。現在はバラエティ番組などで引き続き活動しています。長野セリナ。長野セリナさんは2007年度におはガールを務めていました。長野セリナさんは小学2年生の時からおはガールに憧れており、おはガールのオーディションを受けるために当時の事務所のオーディションを受けたそうです。また翌2008年にはフジテレビのアイドルグループアイドリングに2期生として加入し、菊池亜美さんや朝日奈央さんが同期でした。現在は声優、タレントとして活動しています。小島富士子。小島富士子さんは2007年度におはガールを務めていました。小島富士子さんは翌2008年に女優としてデビューしました。以降は女優として活動しており、2011年には昼ドラ明日の光をつかめ2で初主演を果たし、35歳の高校生や NHK 大河ドラマ花もゆなどの話題作にも出演していました。松岡茉優。松岡茉優さんは2008年度から2009年度までおはガールを務めていました。松岡茉優さんはおはガールが本格的なデビューとなりました。
またオハスタ出演時に司会を長く務めていた山寺宏一さんのことを芸能界の父と慕っており、女優の原点はオハスタだとインタビューで答えていました。オハスタ卒業後はバラエティ番組にはあまり出演せず、女優として活動していました。2013年に放送されたアマちゃんの中に登場するアイドルグループ GMT のメンバーを演じ話題になりました。これ以降バラエティ番組への出演が増加しました。小川崎さんは2010年度から2011年度の途中までオハガールを務めていました。小川崎さんは2004年にハロプロエッグに合格し、2009年からはスマイレージのメンバーとして活動していました。2011年にハロープロジェクトを辞めることが正式に決定し、オハガールからも卒業することになりました。同時に芸能界を引退しています。生田絵梨奈さんは2011年度の途中から2012年3月まで小川崎さんの後任としてオハガールを務めていました。生田絵梨奈さんはオハスタ出演当初は滑舌が悪く、天気予報の時に時々を噛んでしまうのが悩みだったそうですが、現在は滑舌が良くなり、その悩みは解消しているそうです。またオハガールを務めていた2011年に約9000人が応募したモーニング娘。9期メンバーのオーディションに合格し、モーニング娘。の9期メンバーとなり、現在はモーニング娘。のサブリーダーとなっています。岡本夏美さんは2012年度から2013年度までオハガールを務めていました。オハガールチュチュチュとして CD デビューし、グループのリーダーを務めていました。以降は女優として活動しており、2013年夜行観覧車でドラマ初出演を果たし、 GTO や掛け狂いなど話題作にも出演していました。平優奈さんは2012年度から2013年度までオハガールを務めていました。平優奈さんはオハガール出演前から女優デビューを果たしており、また NHK E テレの R の法則にもレギュラー出演していました。現在は主に女優として活動しています。また6人兄弟の末っ子で、姉に平愛理さんがおり、平優奈さんが芸能界入りする前にすでに芸能界入りしており、その影響を受け女優に興味を持ったそうです。井上玲さんは2015年度にオハガールを務めていました。井上玲さんはハロプロに所属していましたが、2015年に拳ファクトリーのメンバーとなり、同時にオハガールも務めました。現在は拳ファクトリーは解散していますが、2020年に同じハロプロのグループジュースジュースに加入しています。井上咲楽さんは2017年度の途中から2018年度までオハガールを務めていました。2020年度からは再びオハスタに出演していますが、こちらはオハガールではなく水曜レギュラーとして出演しています。井上咲楽さんといえば、最近ではオリンピックの聖火ランナーを務めたり、トレードマークだった太眉をカットしたりして話題になりました。また何度も国会に足を運ぶほど政治に関心を持っており、政治系のテレビ番組などにも出演しています。さらに2021年に警視庁捜査一課長で女優デビューしています。またこの他にも、当時13歳で会員番号13番だった山田優さん、4人組女性グループ Z1 の一員として活動していた上戸彩さんなどもオハガールとして活動していました。いかがでしたか？今回は全員ではなく一部しかご紹介しきれませんでしたが、歴代のオハガールは他にも多くの方が務めていましたので、気になる方はぜひ調べてみてくださいね。オハスタはテレビ東京系列で月曜から金曜朝7時5分から放送しています。この動画の高評価やご感想をぜひコメントお願いします。またチャンネル登録もお待ちしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。